こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。なんでも、住宅の実験場のようなアパートがあるという情報をキャッチし、なんじゃそりゃあ。ということで今回は大阪市住之江区にやってきております。このエリアは歴史的には造船で栄えた町らしく、川沿いには工場や倉庫が立ち並んでいます。そんな町が、最近ではアートの町として生まれ変わりつつあるそうで、至る所にウォールアートが描かれています。ということで、物件を探してさまよっているのですが、こんなところにも、うさぎさん。住宅と変わったお店が入り乱れたなかなか面白いエリアです。こういった場所を歩き回るのって楽しいですよね。アートだけでなく、個性的なお店やスポットも続々誕生しているようです。おっとこちらにも、馬がうまいなぁ。ニューヨークのブッシュウィックみたい。実は僕もアートな街なんかは大好物だったりしますので、ブッシュウィックの街並みを見に行ったこともあります。こんな感じで、街中がゴリゴリのアートで埋め尽くされているんですよね。治安が世界最良な国、日本に住んでいるとあまり馴染みがないんですが、海外ではアーティストらの活動が街を変えるきっかけになる事例はたくさんあるんですよ。荒廃して治安の悪い工場や倉庫街に、賃料が安いからアーティストが住み着いて、ギャラリーができて、カフェができて、おしゃれスポットになり、若い富裕層が集まり、お金の匂いを嗅ぎつけた不動産屋がエリアを再開発して高級物件を作りまくって、賃料が高くなってアーティストや地元住民が追い出される。という一連の流れは、ジェントリフィケーションと呼ばれ、様々な都市で起こっています。今となってはおしゃれすぎる街、ニューヨークの双方も事例の一つ。アートと不動産は意外にも縁があるんですよね。なんじゃあの電車は。話がだいぶ脱線してしまったと思ったら、電車が脱線してるじゃないですか。あっちにもなんかある。いやぁ、本当にいろいろと面白いことになっている街ですね。ということでようやく発見しました。長らく茶番にお付き合いいただきありがとうございました。正面に見えてきたこちらが今回の物件。なんでも築50年のアパートで、もともとは某鉄鋼会社の社宅として使われていたんだとか。5年前に空いている部屋を様々なアーティスト、デザイナーらがバラバラのコンセプトで室内をリノベーションし、まるで実験アパートのようになったという情報です。今日はそのうち3部屋を内見できるということで楽しみでなりません。ご覧の通り、団地のような古めかしいテイストですが、ところどころ改装によってアップデートされた痕跡が見られますね。なんねこの可愛いベンチは。壁にボールを投げるのは禁止。さて、さすがレトロ物件ということで、すでに面白いことになっていますが、こちらがエントランスですね。ケージみたいなドアが活かしとうね。今回内見できる3部屋は、すべて40平米の 2DK。50年前ではスタンダードだった 2DK や 3DK という間取りを、間取り自体は大きく変えずに、どんな改装がされているのでしょうか。もちろんエレベーターはなしの階段。それでは1つ目の部屋です。おぉ。なるほど。床は無垢フローリング。キッチンや水回りはレトロなまま残っていそうですね。ほっこり系団地感のあった外観とギャップのない、イメージ通りの設備とでも言いましょうか。ゆっくり不動産で内見してきたリノベーション物件は、水回りも改装しているケースが多いので、逆に珍しいレトロ加減です。何このレンジフードもはやヴィンテージ。ポチッとな。いやもうゲーム機で言うと、ファミコンですよ。任天堂スイッチが全盛期の現代でも元祖ファミコンの復刻版が出てるくらいなので、このレトロさが逆に刺さる方もいらっしゃるはず。ということで、キッチンでした。ガラス面が大きく取られていて明るいですね。今時のスタンダード系金太郎雨間取りでは、キッチンが窓側にあることは少ないので、これも時代の変化なんでしょうか。何この洗面かわいか。水が青で、お湯が赤という当時のテクノロジー。レトロオタクさんは萌え萌えですよ。そしてこちらは。なんじゃこやぁ。ああ。トイレでした。トイレもレトロすぎ。トイレの蓋は自動で開いて、流すのも自動な時代に、このデザイン。もはや逆に希少価値ですよ。こちらは浴室でした。ヒノキの壁が特徴的。あ、このシャワーヘッドはやや新しいですね。ファミコンで言うと、スーファミ的な立ち位置でしょうか。
ということで、住宅のレトロな設備を見ながら、なぜか懐かしのゲーム機を思い出すという変な感傷に浸ってしまっておりましたが、個室の方も見ていきましょう。おお。これは確実に、元は室でしたね。押し入れであったであろう部分の間仕切りが取っ払われ、オープンな木製シェルフになっています。コンクリートの壁も見えていて、リノベ物件っぽさが出てきました。これはうまいですね。リノベーションは元の内装を壊して、新しい内装を付加するわけですが、壊す部分を抑えて、使える部分を活かすことで、改装にかけるコストを抑えつつ、現代風のインテリア、暮らしがイメージできるようになっています。こちらの部屋の改装デザインを担当したのは、家具なども作っているプロダクトデザイナーさんだそうで、納得です。元押し入れを、デスクプラス棚という使い道に大きく変えているようで、新しく作った部分は本当に最小限。こういうのは、自宅の改装アイデアでも取り入れられますよね。それではもう一つの個室へ。梁が荒々しいですね。こちらは和室のようです。もともと二間に分かれていた部屋を合体させて、琉球畳にした感じかな？なんじゃこやぁ。ベンチ。にしては耐荷重が心もとないので、棚でしょうか。中に何か物を入れられますね。雑誌とかを入れておくのかな？かなり長めに作られていますが、正しい使い方が分かった方は、ぜひコメント欄で教えてください。あ、そういえば、団地っぽい建物構造なので、両面採光という点がメリットですね。個室は、二つとも窓が大きくあって、明るいです。さて、窓の対面には、また、何やら不思議な造作が登場です。コンクリート打ちっぱなしならぬ。コンクリート壊しっぱなし。これはどうやって使うのでしょう？なんじゃこやぁ。下の方にも。こちらは収納ですね。元押し入れだったっぽいところがざっくり壊されて収納っぽく残っているっぽい状況っぽいです。あれは土下座して使うとね。一つ目の個室はなんとなくイメージできましたが、こちらの個室は何をどうやってどう使うのか想像が追いつきません。で、この押し入れっぽいやつは扉足りてなくない？上はスカスカなのね。うん、これは何と呼んだらよいのでしょうか。収納？いや、ちょっとトリッキーすぎてわかりません。ということで、以上が一つ目の 2DK でした。なんだか間違い探しのような部屋でしたが、もしかしたらあえて違和感をデザインしたのではないか？そんな風にも感じました。こちらが間取りです。広い和室をリビングダイニングっぽく使うんでしょうか。そしてデスクがある方が寝室かな？という、プロダクトデザイナーさんによる、造作が面白い部屋でした。あ、バルコニーを忘れてましたね。こんな感じです。お隣は小学校のグラウンドということで、ほっこり系な環境ですよ。それでは二つ目の部屋に行ってみましょう。全然違うのね。床はモルタル仕上げ、壁は白塗装という、リノベーションでは割と鉄板なスタイルです。資料によると、ここをデザインしたのは研究要素が強い、実験的なプロジェクトを得意としているチームらしいです。どんな実験が行われているのでしょうか。見たところ、キッチンは古いままという感じですし。水回りも先ほどと内装は少し違いますが、古いままですね。どこに癖が隠されているのでしょう。残るは個室2つです。ではまずこちらから。普通に住みやすそうな無垢フローリングな洋室。いやいや、セレクトされた素材で綺麗にリフォームされた普通に良い部屋じゃないですか。なんじゃあやー。前の入居者さんマック忘れとんしゃー。と思ったけど。ん？なんか画面映ってません。なんじゃこりゃあ。この部屋の写真、なんか人も見えますね。
たばい。二箇所あるのね。確かにそこに違和感ある鏡がありますよね。なんでこんなところに鏡が、と思ってたんですよ。ガチのやつですね。マジックミラーみたいになってて撮影できるというわけですか。怖っ。生活のすべてが動画で記録されるってことですか。変なこと想像してしまったじゃないですか。説明書的な注意事項がありましたので読んでみましょう。なるほど。確かに、Apple Watch のようなウェアラブルデバイスをつけて身体のデータを記録し続けているように、生活を見える化していくというのは未来では当たり前になっている可能性もなくもないですよね。いやでも怖いし恥ずかしいんですけど。という意識を持ちながら生活することでどんな変化があるのかを実験するというなんともファンキーなプロジェクトですね。これは賃貸募集というよりも被験者募集のような不動産情報ではなくサイエンス情報でしょうか。ちなみにデータはすべて室内のデバイスでローカル保存されている、つまりネット上のどこかに保存されるわけではないので情報流出することはないのと、データを見れるのも入居者自身だけとのことです。なので全裸でうろうろしようが別に良いわけですが、でもやっぱり撮られているのって、心理的に行動的にどんな変化があるのか、というのは面白いなぁ。ダイエットしたい方、マッチョになりたい方が日々の体の変化を録画するのにいいですね。ということで、こちらの個室はなんともユニークな実験ルームでした。もう一つの部屋も見ていきましょう。こちらは床がモルタル。どうやら録画装置はないようです。記録したくない行動はこちらの部屋でどうぞ。むふふふふ。間取りを見ておきましょう。あ、ご丁寧に録画エリアというのが書いてありました。ルーム1のカメラの位置と画角、検知センサーの場所も記されていますね。で、こんな間取り図初めて見たばい。驚愕の間取り図ですよ。普通の人には絶対に理解できないコンセプトでしょう。撮られるの嫌、怖、恥ずかし。別に誰に見られるわけでなくても、これが普通の反応でしょう。でもこの物件のターゲットはそんな一般人ではありません。まだ見えない何かを実験を通して見つけたい、新しい何かに出会いたい。そんな変わった方に向けた変わった実験のお誘いなわけですね。でもよく考えてみると、むしろ22世紀の未来に住む人から見たら、こんなの普通でしょ。標準スペックだけど、録画しない世界とかあるの？何それ原始時代？と言われるような未来さえあり得るわけですよ。僕が住みたいかって？さて、若干引き気味の皆様。気を取り直して最後のお部屋です。おやおや？これは割と普通じゃないですか？特に奇抜なデザインでもなく、大きく設備が改装されたわけでもなく、レトロな設備にレトロ風な内装。資料によりますと、現代美術のアーティストさんによってデザインされたようなんですが、それらしきものは見当たりませんね。さっきの部屋のパンチ力がありすぎて、感覚が麻痺しているのかもしれません。もしかして皆さんには奇抜な部屋に見えていたりします？がっつり和室のままやないかい。しかも壁紙ちょっと汚れたままだし。改装し忘れやないと？ちょっと、見る部屋間違えてるでしょう。これはアートですかね。なんじゃこやぁ。紙やすり。かな？は。壁紙と同じ場合。は。やすられた後場合。壁紙を紙やすりで作っちゃったってことですか？マジですか？本気ですか？意味がわからないので資料をチェックします。は？やすられるって何ですか？紙やすりは人間が木材とかをやするものですよね。人間がやすられるって。
いや、痛々しい記録。まあ実際には家具とかが安られることが多いのでしょうが、うっかり壁際を半袖で歩いてたら腕が血だらけなんてことのないように緊張感を持って生活できそうです。ご自由にお休みください。いや、もう壁で十分ですわ。まあ飾りとして置いておく感じですかね。おや、この辺りの壁紙、いや壁やすりは新しくなってますね。前の入居者さんがやすられすぎてしまったのでしょうか。いや、なんだ普通のレトロな部屋じゃないか。改装し忘れてない？なんて言って失礼しました。二つ目の部屋もなかなかショッキングでしたが、こちらも勝るとも劣らず。こちらは押し入れまでも紙やすり。襖紙ならぬ、襖やすり。そう言われてみると、部屋中の壁がすべてやすりじゃないですか。もしや。ここもやすりだったのね。ほぼ全方位からやする気満々の部屋じゃないですか。あ、こちらになんかドアがありました。ちょっと間取りが違うのかな？当たり前にヤスリのドア。なんじゃこやー。真っ暗ばい。もちろんヤスリ。だけどちょっと違う質感。しかしなんでしょうか、この暗黒な空間は。窓はあえて小さくして光量を抑えているような気もしてきます。間取りの表記的には何度になりそうですが、寝室用に使うイメージなのでしょうか。何やら、壁ヤスリを貼った時のツールが設置されています。ご自由にお使いくださいということでしょうか。ということで、こちらが間取りです。2DK プラス何度というような間取りの部屋でした。壁のほとんどが紙ヤスリというまさかの展開。間取り図だけでは予想できない系の物件でした。一見ただのレトロ 2DK ですからね。いやー、面白びっくりな部屋でした。確かに畳の癒され感がすごいのよ。安られないための緊張感に対する畳の安心感。キッチンタイルのツルツル感もいつも以上にツルツルに感じます。ある意味、人間の感性を研ぎ澄ませてくれる部屋。とも言えそうです。ということで、三種三様の実験系リノベーション物件を内見してきましたが、いかがでしたでしょうか？アーティストさん、デザイナーさんらのアイデアにはびっくりでした。部屋を作る本業の建築家やインテリアデザイナーではないから生まれる発想でしょう。大阪の物件は面白いなぁ。本当に突っ込みどころが満載でした。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。しとらんの？グッドボタンはしたと？しちゃってん。したと？ありがとねー。